おはようございます。11月1日火曜日朝9時になりました。インスタライブを始めさせていただきます。こんにちは、おはようございます。アメリカの皆さん、おはようございます。日本の皆様、こんばんは。エブリデイスタンピングのあけみギャリーです。アメリカ東海岸から心が癒されるペーパークラフトの魅力を発信しています。皆様も毎日お忙しいかと思いますが、30分ほど日常のことから離れて一緒に美しい色や絵柄を見たり触れたり作ったりしてリフレッシュしていただければと思います。はい、今日の作品はですね、こちらの、ポップアップカードなんですけれども、はい、ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。はい、あ、はい、皆さん、1号さん、ありがとうございます。はい、こんばんはかな。日本から入ってきていただいてるんですね。よければどうぞコメント残してください。どちらから見ていただいてるか、コメント残していただけると嬉しいです。はい。はい、今日のね、今日の作品はこちらになります。先週の木曜日の Facebook ライブでご紹介したんですけれども、このね、ポップアップ、ショッピングバッグ、ギフトバッグ、この中にギフトカードが入ってます。かわいいですよね。私、長い間ね、これ、見てたんですけれども、他の方のポストをね、他の方がこれを作ってあげてらっしゃるのを見て、すごいかわいいなとか思って、で見てたんですけど、なかなか作るまでは行ってなかったんです。今回作ってみて意外とね簡単にできました。ショッピングバッグ、ギフトバッグのね、このバッグの部分だけ覚えれば意外ともうあとはあのカードに貼るだけなので簡単にできます。でこちらはちょっと小さめに正方形になるようにしてベリーバンドを入れました。そうするとカードが落ちないかなとか思って、ここにねギフトカードを入れていただくんですけれども、ティッシュペーパーでギフトカードを入れていただくんですけれども、こちらの方が多分しっかりとね、しっかりと閉じて、でこの大きさだと余裕で封筒にも入ります。余裕で封筒にも入るし、ね、このベリーバンドがつくことによってカードが間違って落ちたりとかはしないかなと思います。これ普通サイズのカードなんですよね。これも今日作るカードも普通サイズなので封筒の中に入ります。少しね、ただ厚みができてしまうので切手は一つ、上のね大きい分厚い郵送物になるかと思います。アメリカの場合はね、ちょっと日本の場合はよくわからないんですけれども、どうなのかな。はい、おはようございます。Thank you for joining me. はい、Pigs Fly さん、あず様、いつもありがとうございます。おはようございます。SMTY1105 様、ありがとうございます。シーナ様ですかね、ありがとうございます。Gallery 35, thank you so much for joining me. はい、ではね、早速、作ってみましょう。こちらまだ。今日作るのはこちらです。でベリーバンドのところにね、もうカードフロントになる部分を作ってあります。でこちらカードがゲートフォールドで真ん中から開くようになってショッピングバッグが飛び出すという感じですね。でここにギフトカードとか入れていただけると入れていただけますね。こんな感じ、ギフトカードここに入れます。はい、はい、じゃあ早速作ってみましょう。まあね、今日使うこのペーパーがサンタエクスプレスと言いまして、すごい可愛いんですよ。最初ね、私もこれあまりにも可愛すぎて一
番最初には購入しなかったんですよね。だけどもやっぱりいろんな方が作ってるのを見て、あ、可愛い、やっぱり欲しいということでね。でこう裏側はこういったね、あのクリスマス柄になってるんですけれども、こちら絵柄は大カットでカットしたり、この汽車のねトレインの部分大カットできます。でこちらのサンタさんとミセスクロースは手とかでね、あのハサミでカットしていただけます。でこちらこのね車両も大カットできますね。後ろはこういった、文字が入って小さな柄になっているので、バックグラウンドとかにいいですよね。今日ねこちらのプレゼント柄を使ってバッグを使います。後ろはこんな風になってますね。かわいいですよね、こんな感じ で、 で今日はこちらもこういう風、ここの部分をカットして背景に使ってます。はい、A 面とね B 面は本当にニュートラルなクリスマス、王道のクリスマスカラーで、赤緑白のクリスマスカラーの細かめの柄ですね。で A 面表はこうやって大カットしたり、ハサミでカットしたりして、カード作り、カードフロントなりスクラップペーパースクラップブックのページに使っていただけるかと思います。すごいかわいい、はい、はい、では早速作ってみましょうね。よいしょ、これをこの辺に置いておきましょうかね。あ、台とスタンプも紹介しておきましょう。こちらがサンタズデリバリースタンプになってます。フォトポリマーですね。フォトポリマーでこういった絵柄とセンチメントが入ってます。で台がこちらですね。この細かなパーツをカットできるのと、あとこの線路、あとこのリースもありますね。面白そうですね、このリースとかカットできたらね。はい、で今日はこちらの台を使ってフロントの部分は台カットしてあります。はい、じゃあね、メジャメント、メジャメントですね。今日袋の部分を作るのに必要なのは柄入りペーパー 4×9 と1/2インチ、はい、リボンとか、あと、トワインですね、トワインとか。今日ちょっとねこの、サンタエクスプレスのスイートに入ってたこのキラキラしたね、イリデセントトリムというのを使ってますが、ちょっと分厚いですね。まあ、でもあの 分厚いというかちょっと太いので、カードを閉じた時にゴワゴワしますけれども、あの、まあ、無理ではない。できれば使うのはトワインとか細めのリボンの方が綺麗に収まるかなと思います。あと提案のテープ、もしくはスタンピングシールプラスですね、立体物を使うときに使うテープと、あとはボンフォルダーですね。はい、でまずこれを 4×9 と2/2にカットして、それをスコアリングしていきます。スコアリングはここにも書いてあるんですけれども、展開図としてはこんな感じですね。はい、じゃあこれの通りにしていきましょう。今日使うのはスコアリングボードを使います。はい、で柄の気をつけていただくのは、上と下がある場合はそれだけ気をつけてください。はい、で私はバッグ、あ、バッグじゃないですね、これはギフトギフトボックスなので、上はこちらになりますね。はい、じゃあ右、左からハーフインチ、1/2インチ、1インチ、はい、4と1/2インチ、5インチ、5と1/2インチ、9インチ、9インチで、はいですね。でこれをトップの部分が左に行くように回転させて、はい、トップから上になる部分から1インチですね、1インチでスコアで、
下の部分はハーフインチ、2分の1インチでスコアですね。見えるかな、ちょっとずれてましたか、大丈夫かな。はい、今日パンダさんおはようございます。 DCFC 様おはようございます。あと丸様、あと丸70様おはようございます。こんばんはかな、こんばんは、ありがとうございます。はい、でこれをですねスコアリングしたところを折っていきます。しっかり折りたいので両方向に折っていきますね。よいしょ。ハロウィンは皆さんいかがでしたか。この辺はねちょっとお天気が悪くて雨模様だったんですけれどもね。あとこのフィラデルフィア周辺は今地元の野球チームフィリーズがワールドシリーズということでかなり盛り上がってみんなパーティー気分だったんですけど、昨日は残念ながらね雨で試合が流れちゃったんですけども、すごい盛り上がってますね。はい、今ねこれスコアリング今裏返して反対側からもしっかりと紙を折っています。皆さんのところはハロウィーン楽しまれましたか、ね、小さなお子さんが、ね、いらっしゃるご家庭だと、ね、楽しいですよね。もう我が家はねみんなもうお友達のところに行っちゃって、結構もう寂しいハロウィーンでしたね、はい、やっぱりなんかもう盛り上がりませんね、やっぱり子供が大きくなっちゃうと。はい、こんな感じでしっかりと両方から折って折れ線をつけています。はい、ゆうこさんおはよう、こんばんは、こんばんは。ゆうこさんのところすごいハロウィーンかわいいコスチュームでしたね。はい、はい、こんな感じで折りました。でね次はですねこの赤バツのところをカットしていきます。取り除いていきます。よいしょ。ちょっとね柄がごちゃごちゃしているので、もしかすると手あの画面越しだと見にくいですかね。大丈夫、私の方も見てる方もなんかちょっと間違って切らないようにしないと。はい、よいしょ。はい、これで切れましたね。こんな感じです。で次は取ってねハンドルを紐を通す穴を開けます。でちょっとこちらでやってみましょうかね。ここのこの部分ね、このサイドのスコアラインから1インチ入ったところに穴を開けます。私はこのここの上から1インチのとこからこのスコアラインから、クォーター4分の1インチ折りたところにマークをつけて穴を開けました。はい、じゃあ定規を使って1インチのところと1インチのところとこちらからも1インチですね。はい、でこちらも1インチのところと右からも1インチのところ、でこれは8分の1インチ、そうですね、2ミリぐらいの大きさの穴を開けます。2ミリもあるかな、 1.5 ミリぐらい。はい、こんな感じで、これね
お話最初にご紹介するのを忘れてましたが、参考にしたのは、ロビン・アンバーカートさんのポップアップギフトバックカードというのを YouTube から見て、メジャーメントとか作り方参考にしてます。すごく彼女の、ね、作品綺麗だったので、よかったら皆さんも見てみてください。彼女ね、確かバックステージで8月のねバックステージでもビデオ動画のことをね講習してくれた人なんですよね。はい、もう多分ねポップアップで検索すると本当たくさん出てくるので、ずっとね長い間このギフトバッグのポップアップのギフトバッグのアイデアはあったので、いろんな方が作ってますよね。私は今回初挑戦だったんですけど、意外と簡単で、はい、はい、今ねテープをちょっとだけ貼ってこの取っ手のところを固定しました。でこの1インチの部分ね、こちらをテープをつけて折り返します。でこれでハンドルが今ねつきました。長さはこれ5インチです。今回ねちょっとこのキラキラしたこれなんてさっき言ってました、私こちらね、このサンタエクスプレスのスイートに入ってるイリディセントトリムというのをね紐を使ってるんですけれども、ちょっとねゴワゴワしますが、ゴワゴワするのでもうちょっと本当は細めの方が多分いいのかなと思います。でも無理ではないですね。可愛い、キラキラして可愛いです。よいしょ、はい、今通しました。ここから出すのはそうね、ハーフ 1センチぐらい、ハーフインチぐらいを出して今テープでこれ留めました。そんなにね引っ張るところではないので、そんなにしっかりとのり付けしなくても大丈夫かと思います。これでバッグの形になってますね。で今度この部分、このハーフインチのところに少しテープをつけて、でここのちょうど真ん中になるように折ります。これでバッグの形ができました。バッグの形完成です。でこの下の部分が1インチになってるの、あ、ごめんなさい、ハーフインチずつの折り代になってるので、ここにですねこの提案のテープの両面テープを貼っておきます。でベースのカードが出来上がったら、このバッキングを取ってカードの内側に貼り付けます。それだけですね。特に大きな他の仕掛けはないので意外と簡単です。はい、これでもうバッグはできました。じゃあ次にこのカードベースのところを作っていこうと思います。もうこの部分はデザイナーシリーズペーパーの柄を使ってあるので、でもサンタさんのトレインとこの車両の部分も大カットしてあります。で背景は、背景もデザイナーシリーズペーパーからカットしてあります。大きさはね、はい、大きさはこの部分が5インチ×3インチ。はい、こちらがペタルピンクね、ペタルピンクの、はい、ベースが5と4分の1、3と4分の1インチですね。でもこれにザクザクと貼っていきます。今日はちょっとマルティパーパスのリキッドグルーを使いましょう。これかな、
リキッドグルーとね、この、スタンピンシールの違いというのは、もちろんスタンピンシールは、両面テープなので速攻性ね、速攻性です。ちょっとこのリキッドグルーは貼った後少しまだくっつくまでに、完全にくっつ乾いてくっつくまでに時間があるので、多少歪んで貼っても動かせるという利点があります。でと欠点はやっぱりあまり液体の量たくさんつけすぎると、それが横からはみ出しちゃうということがあるので、それだけ気をつけて貼っていただくといいかと思います。よし、こんな感じで。いつもだったらね、ディメンショナルで少し浮かすんですけれど もう今日はね、バックの部分がかなり厚みがあるので今日は平らにしてみました。はい、じゃあ次はこのセンチメントね、センチメント、メリークリスマス、ポッピーパレードと、ポッピーパレードを使いますね。メリークリスマス。と、このバナーはですね、私のお気に入りの、お気に入りの台からカットしてあります。スタイリッシュ、スタイリッシュシェイプス台ですね。スタイリッシュシェイプス台からカットしてあります。あ、もう貼ってある。ごめんね。もうスタンプしてあります。じゃあこれも貼っちゃいましょう。今日はね、バッグを作るのに集中したいと思って、もうスタンプの部分とか他の部分はできるだけも省いてカットしてしたりとかして、準備しました。はい、じゃあもう押してあるので、よいしょ、こんな感じに。で、ベリーバンド、はい、帯の部分はですね、いつもですと、はい、帯の部分は1と4分の1で、長さはそのままの11インチですね。で、これをですね、帯はもうちょっと後だ、帯は一番最後です、ごめんなさい。じゃ次は、はい、ポッピーパレードですね。カードのベース、この部分です、ポッピーパレード。はい、スコアリングはここは、これも書いてありますね。カードベースゲートフォールバージョンは、はい、こちらから長さが4と4分の1で11インチで、スコアラインは2と4分の3で8と4分の1のところにスコアしてあります。ではこれを折りましょう。で、ここにスタンプしていきます。はい、ポッピーパレード。で、これ、ほほほが、ほほほですね。ほほほ。サンタさんのほほほです。はい。フォトポリマーなのでね、ピアシングマットを下に引きます。で、上の部分に、ランダムに、ランダムと言いつつも、横一線ですね。横一線にスタンプしていきます。こんな感じ。はい、じゃあ下の部分も、はい、もちろんここもね、スタンプしていただいてもいいですよ。私は隠れちゃうから今日はいいかな。はい、で中ですね、中のカードストック、よいしょ。はい、中を、こちらは4と4インチと5と、ごめんなさい、5と4分の1、はい、こちらは4インチと2と2分の1ですね。2枚用意しました。はい、じゃあこの中もスタンプしましょう。中はスペシャルデリバリー Just for You ですね。はい、
これもどん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 貼っていきましょうね。本当は1枚ずつ丁寧に貼った方が良かったね。糊をつけてからだと万が一触ったりとかすると手にベタベタになっちゃう。よいしょ。裏面の B 面の少しハーフインチね、2分の1にカットしたのをこの下の部分に貼っていこうかと思います。ちょっとしたアクセントにね。ちょうどこの紙が余っているとこだったので、これはトレインのこの車両をカットしたペーパーなんですけども、端っこの方残ってたのでもったいないじゃないですか、そういうのも捨てちゃうのね。液体のりはね、本当に少しだけでいいです。こうやってね貼った後にギュッて指とかで押さえちゃうと時々横からグッてね出ちゃってカードを汚しちゃうことがあるので、ほんと少しでこれでくっつくのかな、くっつくのかなっていうぐらいでも結構大丈夫です。でそれでくっつかなかったらまたちょっとね足してもらえば OK ですから。はい、これでベースのカード、ゲートフォールドのベースカードができました。でここにこのカードじゃない、バッグを貼ります。こちらのねバッキングを外して、でこの真ん中あたりに、そうね、ちょうどスコアライン、ここのスコアラインに当たるぐらいのところに、はい、貼りました。で閉じます。でこれで OK。 意外と簡単でしょ。バッグだけできれば本当もうこんなに簡単に立ち上がってくれるんだという感じで、はい。でここにカードだったりティッシュペーパー、ちょっとこれちっちゃいんですけど6インチ四方のティッシュペーパーぐらい入れていただくとバッグらしくなるかと思います。でここにギフトカードね入れていただいて、でこんな感じで閉じます。で結構今日はねちょっとこのリボンが分厚いので厚みがあります。でここにベリーバンドをつけていきます。でベリーバンドは本当はスコアラインを入れずに折った方が綺麗に折れるんじゃないかなとか思うんですけど、で少しねここに間隔があるぐらいで余裕を持たせて、した方がこのだ、取り外しがね簡単にできるかと思います。この辺カットした方が、少し余分なのはカットしておきましょう。あんまり長いのがねあると引っかかったりするので、ちょっとだけねこんな感じで、でここにヘア&テープを貼っていきます。テールのテープのねバッキング取るのちょっと難しいので、爪がねある方は多分爪でも大丈夫かと思うんですけども、こうやってハサミの尖った先
とか、あと Take Your Pick Tool のねを使っていただくと、よく簡単に撮れます。はい、でこういう風にちょっと重しを置いておいて、真ん中にねなるように、あ、手についちゃった、よいしょ、これを外そう、外した方が貼りやすいですね、よいしょ、真ん中になるように貼ります。はい、貼りました。これで、はい、こんな感じでできました。で最後仕上げにキラキラさんをつけたいので、このねスイートにすごい可愛い、エンベリッシュメントがついてるんですよ。アドヒーシブバックドスターズ、はい、ちょっとキラキラした星の形を貼っていきたいと思います。飛んじゃった、よいしょ、飛びますね、手でやった方が早いかな、はい、はい、外にもう2つ貼って、中にも2つ貼っておきましょう。よいしょ、こんな感じです。はい、意外と簡単でしたでしょ、どうでしたか。はい、ピクスフライさんありがとうございます。わー、これかわいいです、ありがとうございますね。ピクスフライさん、前回のあれ何作ってくださったんでしたっけ、ハロウィンのカード作ってくださったので、またぜひねこれも作ってください。作っていただいた時は、こちらね、@everyday.stamping メンションしていただけると、あ、作っていただいたんだなってわかるので、見に行きます。はい、ありがとうございました。何かご質問ないですかね。これ結構やみつきになりそうです。今年 のギフトカードは全部これに入れて渡せるなと思います。はい、はい、今日はこんなところです。ありがとうございました。何かご質問ございませんか、大丈夫ですか。はい、ね、皆様ご視聴いただきありがとうございました。あ、結構たくさん見ていただいてますね。 M by M クラフト様、はい、ありがとうございます。ヨコさんありがとうございます。ギャラリー35 Thank you so much。 はい、 SMTY1105 様ありがとうございます。はい、南さん1533ありがとうございます。キョコパンダさん、キョパンダさん888ありがとうございます。ピックスフライアズ様ありがとうございました。はい、それでは、ご視聴いただきありがとうございました。ライク、シェア、フォロー、コメントをしていただけると励みになります。それではまた来週火曜日のライブでお会いしましょう。あ、一つだけ、今週末にアメリカ夏時間終わります。それで日本との時差が13時間から14時間になるので、こちらが朝9時だと日本がね、またちょっと遅くなって夜11時になります。それだけちょっとお気をつけください。でそれからね、8月夏休み頃からズームじゃないね、ライブをねずっとさせていただいてますが、ズームでねもっと皆様とも一緒に作品を作れる機会が作りたいな、機会を作りたいなと思ってます。多分日本とアメリカと両方と参加していただく時間帯をって考えると、やっぱり金曜日、土曜日、日曜日あたりになるかなと思います。もしねこの時間帯がいいですっていう時間帯がとか曜日とかございましたら、ぜひリクエストください。でダイレクトメールでも結構です。はい
はい、ありがとうございました。それでは、アメリカの皆様は一日楽しい一日をお過ごしください。日本の皆様は、はい、どうぞゆっくり休んで明日また元気に頑張ってください。それではまた、さよなら。